はい、ちょっと緊急で動画回してるんですけども、僕のね射程というかねパシリというかね奴隷というかねかきたれでおなじみの高須クリニック高須幹也くんがですね今ちょっと大炎上しております。大炎上しておりまして、何があったかというとですね、昨日2日前くらいにね上げた動画、ちょっとこちらなんですけど、見せるよ、気をつけて、あいつの顔映るから気をつけて、このこその顔、あいつが昨日2日前くらいに上げたね動画、こちら、親ガチャという言葉は使わない方がいい理由っていう、こういう動画を上げたんですよ。で、内容はどういう内容かっていうと、親ガチャっていう言葉あるじゃん。生まれつき、その親が裕福か貧乏かによって、その人生が大きく決まるみたいな、そういう意味での親ガチャっていう言葉あるでしょ。で、そういう言葉は使わない方がいいですよ、みたいな。他人のせいにするんじゃなくて、自責思考。自分に責任があると、自分に矢印を向けて生きていった方が絶対いいですよと。だからそういう言葉をむやみに使うと自分に損しか回ってこないんで使わない方がいいですよみたいな、なんか偉そうにねこの顔でね説法を垂れたんですよ、説教したんですよ、ね、偉そうに。そしたら当然っちゃ当然の反応だと思うんだけど「いやお前が言うんじゃねえ!」みたいな。ミキヤさんに私たちの何が分かるんですかみたいな感じの、いわゆるなんか親ガチャ外れみたいな人たちがコメント欄で発狂して、で焦ってねあまりにもちょっとコメントが荒れたもんだから焦って、もうガチ聞きしてね、この顔ですよ、ガチ聞きしてね切ったらなんかワカメみたいなね前髪の、ね、まんまでね多分ね焦ったんだろうね、風呂上がって多分すぐねコメント欄見てねちびっちゃったんだろうね、謝罪動画ね出したんですよ。でその後ね多分あまりにも炎上ムードがね続いてたから、いやいかん、これはなんとかしなきゃいけないと思って火消しにこう舐めた動画、男一人でラブホテルに宿泊とかいうねこの炎上ムードをかき消すためのね火消し作業ですよ。ほんとこいつ姑息やね、こんなんか舐めた動画出して今火消しにね紛争してるっていう、それが今のね一連のね流れ、最新状況です。でねちょっと彼をかばうわけではないよ、彼をかばうわけではないんだけど、ステラゲ海賊団ね一番隊隊長不死鳥幹也君、僕のね息子ですよ。でね親父として、ね、白ひげエドワード・ステゲートとしてね親父の立場から彼をかばうわけではないんだけど、今回のね彼の発言に対してちょっとね言いたいことがあるんですよ。確かにね、彼みたいなね高須クリニックっていう日本でも有数のもうお金持ちのね元に生まれた息子のね幹也君がこう「親ガチャっていう言葉は良くないと思いますよ」みたいなことを言ったら、確かになんかムカッとくる気持ちは分かりますよ。いやお前みたいな金持ちの息子に何が分かんだよみたいな、お前が言うんじゃねえみたいな、それは分かるんだけど、逆にね逆にだよ、俺ら、ね、一般庶民の、大して親に恵まれなかった大して裕福でもない一般庶民側から見ても彼の何が分かるんだって話なんですよ。お前らにねミキヤの何が分かるんだって話なんですよ。確かにミキヤから見たら俺たちみたいな下級国民のね下等生物の気持ちは分からんわけど、俺らから見ても彼らね恵まれた金持ちの恵まれた人たちの彼らにしかわからない悩みとか苦悩っていうのはわからないんですよ。だからなんつうのかな、こう一方的にね「いや幹也先生は、ね、金持ちのもとに生まれて恵まれてるからいいですよね」みたいなふうに一方的に決めつけるのはちょっとね俺は違うんじゃないかなと思うんですよ。だってさちょっとよくよく考えてみてね、確かに金持ちの生まれですわ幹也君。確かにそうだけど、じゃあねいざね今日からね自分が高須幹也と入れ替わることができますよと、今日から高須幹也になれますよって、今日からじゃなくてもじゃあ何十年か前に戻って高須幹也が生まれた瞬間からあなたは高須幹也として生きていくことができますよって言われたとして、入れ替わりたいかって話なんですよ。ちなみに俺はちょっとノーセンクスで、だってちょっと言葉選ぶけどちょっとね大変そうじゃん。ご家族の言わないけどさ、俺は嫌だよ正直言うと。いくら金持ちだろうと環境でなんか乳首を見せなさいとかいうそういう方がねちょっと身内にいるっていうのはちょっと俺は嫌だというか、ちょっときついかな、いくら金持ちだろうが。だからよく考えてみなさい。ね、彼普段の動画とか普段の活動で自分の家族のことについて話す動画とか自分の家族を一緒の動画に映すことってほとんどないじゃん。まあ奥さんはちょいちょいあるかな、エッチャンネルの奥さんくらいで、他の親とか兄弟とかと一緒になんか動画撮ったりとかってほぼないし、その家族の話をすることもほとんどないじゃん。その時点でちょっと多分なんて言えばいいのかな、なんかいろいろあるんだろうなっていうのを想像つかない。だから俺は、いくら金持ちだろうがちょっと荷が重いから、俺にはちょっとね、もし高須幹也と入れ替われるってなったとしてもちょっと荷が重いかなっていうふうに俺だったら思う。そこまで考えたことありますかっていう話なのよ。絶対ね、彼ね、なんて言えばいいのかな、そもそもこの動画はね、高須幹也が俺ら一般庶民をバカにするっていう意味の動画じゃなくて、彼自身も本人も分かりづらいだろうけど、伝わらないだろうけど、僕もちょっと親に悩まされてますよっていう意味合いを込めて作られた動画だと思うんだよ絶対。だから本人多分困惑してると思うんだよ。その最近のこの一連の流れ、最近ちょっとこいつさ、自分のなんか家族いじる、遠回しに家族をいじるネタやってんじゃん。なんか老害についてみたいなさ、それ絶対お前あの人のこと言ってるだろみたいな、その名前は出さないけど遠回しに自分の家族をディスるじゃないけどネタにするみたいな動画をちょっと前から出し始めたじゃん、ハイブリッド補強事件あたりから。その流れの一環だと思うんですよこれ絶対。だから多分彼は今回の動画でいつもと同じように「またミキタがかっちゃんをネタにしてるよわらわら」みたいな「これ絶対かっちゃんのことだよね」みたいなそういう反応を多分ね望んでたというか、そう想像してたと思うんだよ。けどなんかやっぱあれなんだろうな、その言葉の表面しか、言葉をねそのままストレートにしか受け取れない、やっぱちょっと頭の固いね、多分年齢層高いと思うんで視聴者層がちょっとそういうあんまこうネタとかが分かんない視聴者が多いから、ちょっと今回の親ガチャの動画に関しては敏感にね感じ取っちゃったっていう、それだけだと思うんだよ本人としては。これ半分ネタだと思うんだよ絶対。そもそもね毎回冒頭に言ってるさ「ね、はい」こんにちは、今日はインスタグラムのフォロワー様からのメッセージが届いておりましたが、届いてるわけねえだろう一部あるだろうけど、多分ほとんどね届いてない。架空のね届いてもないエアメッセージを自分でこう届いた体にして言ってるだけだと思うんだよ。だからもう割とその時点で結構ネタだと思うのよ。分かんないよ本当に届いてるのかもしれないけど、俺は多分そういうお約束というかネタで動画を毎回お約束で作ってるだけだと思うから、なんかねなんかこんなにこいつのことかばうとさ、俺がミキヤのこと好きみたいに感じてるようなそんなやめて勘違いするのやめてな。別に全然かきたれですから、肉便器やから全然かばうわけじゃないけどね、ちょっとねまあちょっと俺も思うことがあったから今お話してるってだけよっていう感じだと思うのね。だからちょっともうなんていうのかな、もうちょっと肩の力抜いて、そもそもこのチャンネルふざけてるからね。そもそもなんかミキヤ君見た目が真面目そうに見えてね、話し方もね真面目だしね、医学部卒業でね医師免許持っててすごい人だから、なんかみんなすごい真面目で誠実なんだミキティアみたいに思ってるかもしれないけど、なわけないからねそんな真面目で誠実なね本当に真面目で誠実なやつだったらね捨て上げチャンネルなんて見ないからまずそこの矛盾をみんなね分かってないのよ。普通の人間は捨て上げチャンネルなんて見ないんだよね、にもかかわらずね、いまだになんか捨てはけがどうのこうのというかね、僕は捨て中ですみたいなことをね、いい年こいて48歳だから47歳にもなって言ってるって時点でやばいことに気づけ普通じゃないんだよこいつは。結構本性はイカれてるんだよ絶対。だからね、本人も困ってると思います。なんか本当はね、この憧れのね捨てはけ先生みたいにね、もう何もそうこの立場とかね地位とかね、そういう自分のこうなんか身分とかそういうのをね忘れて、もう破天荒なはちゃめちゃな動画を本当は出したいって思ってるんだけど、でもやっぱこう高津クリニック名古屋院長っていう肩書きがあったりね、家柄とかそういうまあいろんなしがらみがあって出せないっていう、すごく悩んでるんだと思いますよ。分かってあげて。捨てはけに憧れた男の末路なのよ。捨てはけに憧れた40代男性の末路なんですこれが。分かってあげてください。ネタなんで多分おそらく。うん、ねえ。もう熱くなっちゃってよ、こんなあんなやつの話で10分ですか。はあ、やだねなんか。なんかもう勘違いしないでだ本当に。うん、いやでも本人。言ってたんですよね、ホリエモンとコラボしてる動画でね、幼少期学生時代とかその親のことでちょっといじめられたりというかなんかこうなんか絡まれたりとかそういうことがあったっていうふうに言ってたんですよ。だから本当になんつうのかな、金持ちの家庭に生まれた子も僕らには分かんない苦悩というか、うん、本当あったと思うし、うん、それまあ何度も言うけどあのかっちゃんよ、うん、ね本当苦労してると思いますよだからある意味俺らよりもひどいというかあんま言わないけどある意味で、うん、なんつうのかな俺らの方がマシなんじゃないかみたいな見方もできなくもないから、ちょっとこれで言うと怖いからね言わないけど、うん、と思いますよ。だってイニエスタですら、ね、話変わるけどイニエスタですら、ね、うつ病になるんだよ。イニエスタって分かる？世界的にビッグスターのサッカー選手がいるんだ。メッシの相方だった元バルセロナのねメッシともバリバリ一緒にプレーしてたイニエスタっていうつるっぱげのさちょっと前までヴィッセル神戸っていう J リーグのチームにいたさサッカー選手イニエスタっていうのがいいんだけど。もう年俸何十億とかもうバカみたいな金持ちよ。もう超成功者よ。そのイニエスタですらうつ病なんですよ今はどうか知らないけど、まあちょっと前までなんかインタビューで実はうつに悩まされててみたいなそういうこと言ってたんですね。だからそんなねもう高住家なんかよりも多分下手したら稼いでるわ全然。てかまあ余裕で稼いでるかもしれない。もうそこまでいったらもう別に。どうでもいいだろうけど、そんなもう何億とか稼いでるやつらのその差なんてどうでもいいだろうけど、ミキヤよりもね圧倒的に恵まれてるじゃないけど金持ちの、ね、イニエスタですらうつ病なんですよ。そう考えたらさ、ね、金持ってたら、うん、ある意味イニエスタだって親ガチャ当たりじゃん。サッカー選手になれるようなやつなんてさ、ねまあ、親の遺伝子が優れてなきゃ絶対なれないからなれるわけないからそうだからまあ超親ガチャ成功者のイニエスタですらそういうふうにうつに悩まされたりとかする、うん、って時点でやっぱもうなんだろうな人にはもうほんと人それぞれ金持ちだとか貧乏とか関係なしにもうそれぞれもう他人には分からない悩みがあるんだなっていうのを僕は思ったんですね。うん、だからそういった意味で勝手にね金持ちの家庭に生まれた人とか恵まれてそうに見える人たちに対して「お前はいいよな親ガチャ当たりでいいよな」っていうふうに言うのはまあ失礼だからやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うし、多分三木屋君本人もそういった意味も込めてそういう話をしたんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、であとねまあこれは親ガチャ、まあ、金持ちとか関係ないかもしれないけどまあ、僕の中学の頃の同級生にね学年でもうダントツに一番可愛い女子がいたのよ。めちゃくちゃ可愛いもうアイドルというかもうなんか芸能人の中に入っても多分もう超可愛いって言われるだろうなみたいな、まあ、めちゃくちゃ顔の整った女の子がいたんですね。めちゃくちゃモテるというか、もうなんか逆になんかもう可愛すぎてもう誰も近寄れないみたいなレベルの本当に死ぬほど可愛い女の子がいたんですね。もう誰に卒アリ見せてもその同級生じゃなかったら全然違う学校だったやつとかに俺の中学のね卒アリ見せた時に「え何この子」みたいな「はえこの子え芸能人」みたいな「えアイドル」みたいな感じでもう10人に見せたら10人が驚くくらいの美人の子がいたんですけど、その子が中学卒業後ね、高校か大学か忘れたんだけど地元のコンビニでアルバイトしてたらしいんですよ。まあ僕関わりあんまないから知らないんだけど人づてで聞いた話なんだけどね、アルバイトしててそのただのアルバイトよ、ただのコンビニのアルバイトの店員にもかかわらず客からストーカーされてたらしいんだよストーカー被害で、ね、あっててめちゃくちゃ怖い思いめちゃくちゃ悩んでたっていう話を聞いたことがあるんですね。だからそういうのも聞いた時にね、まあ美人って時点で親ガチャ当たりじゃん。多分親も多分めっちゃ綺麗な顔してると思うんだけど、そうそんな親ガチャ大当たりの美人の女の子ですらただコンビニでバイトしてるだけなんだよ。アイドルとか芸能人じゃないよ、ただのアルバイトなのに、ね、一般人ですよ、ただのただ死ぬほど可愛い一般人、うん、なのになんか芸能人みたいなストーカー被害に遭うみたいな、うん、それってなんかこうなんだろうな、なんかこう美人すぎても親ガチャ当たりすぎてもそれはそれと悩みもんだなみたいな。僕らなんてストーカーの被害なんかあったことないじゃん、当たり前だけど。僕らみたいなさね、ブサイクのただの一般人にストーカーなんてつかないじゃん、うん、けどそれは美人で可愛くて得したことはたくさんあるとは思いますよ、その子も。けどね美人すぎるのも悩みものだなっていう、うん、いや怖いなって、いやこれめちゃくちゃ怖い話だなっていうふうに思いましたね。だって働いてるだけでストーカーつくんだよだから大変だよね本当。だから、うん、要は俺が言いたいのはさ、もう人それぞれ悩みなんてねいくらでもあるし、その本人がどれくらい悩んでるかなんて、ね、外から見たら誰も分かるわけないんだから。だからもうねそういう親ガチャっていう言葉を安易に使うのはねやめた方がいいというか、まあ、使ってもいいけど、使ってもいいんだよ。自分が親ガチャ外れても苦しいみたいな風に言うのはいいと思うんだけど、こういうミキヤとかなんかこう恵まれてる人たちに対してなんかこう「いやお前いいよな」みたいな「お前は親ガチャ当たりだからな」みたいな風に言うのは俺はなんかこうちょっとなんか、うん、本人のことをね全て知ってるわけでもないのに、うん、失礼なんじゃないかなっていうのは思いましたね。だから配られたカードで勝負するしかねえんだよこの世の中は、ね、分かんねえんだから。本人のその人の悩みなんてその人にしか分かんないんだから、ね、ということで一丁しょ。